4月6日パリーグ順位まとめ、勝ったー。アブちゃんありがとう。無理させてごめんだわ。アブ省エネセーブったー。ていうか5点差あっても水上出すかね。明らかに調子上がってないのにナメプだろ。水上は下で修行やり直し。タミヤマジですごいな。彼一人だけでも十分楽しい。4年までなら絶対に完封負け。水上の状態がたとえあれだとしても、今年は進歩が見えるからイライラしないんだね。うっけハイゼロだけど、野村は我慢して使い続けてほしい。明日はサード細川で頼むわ。明日はファースト太田や。これで太田はサワンの時はセカンド。それ以外はファーストでスタメンあるぞ。小田島悪くないけどビハインドからやな。小田島球が荒れてるな。ストライク勝負しよう。小田島死球はあかんな。このタイプなら常時150超えないと使えんな。みんな小田島に厳しいな。小田島デビューおめでとう。これから頑張ってな。クソなめくされとるやんけ。超高い金払って現地行ったろってファン悲惨すぎるだろ。相手のルーキーに自信つけさせるのは相変わらずだな。小川はもっとスタメンで使われていいと思う。小川をスタメンで使っちゃうと後ろで使える小川がいなくなっちゃう。返して土曜の時間返して勝った場合オスナさん。オスナ前回登板からヤバくない。オスナ勝ちゃえやろ。ほんと追加点あってよかったわ。なんとかアキラがしっかり仕事してくれて助かったな。野球の醍醐味はドキドキとワクワクです。まあよく粘ったよ。島内は下で調整させた方が良い。最後まで盛り上がってファンも満足。ソフトバンクのサービス精神に感謝。あるもの追いつかない程度に盛り上げるやつじゃん。これ芸術的な追いつかない程度の反撃はロタ。誰だよ9回渡辺出したやつ。最後盛り上がったから実質勝利。2球飛車にさすが。セーブはもうアブさん依存症だよ。水上豆だ。田村は今の投手を追い込むから2段落ちるから後から出てくると打ちやすく見えるんだろうね。増田俺じゃねえのかよ。リリーフは不安あるよね。田村が元に戻ったのが痛いわ。後半に期待。アブレイユ出しただけで実質勝ちだよ。明日投げられん。負けたけど明日に繋がる敗戦だろ。この展開でクローザー引っ張り出せたのは飲むときよの危機感の中は以上。ユアビーム決まったの今シーズン初。そう、そもそも企画されんからな。タミヤ水野は買いにいてこそ打線の厚みが出るんだから。上位打線候補組は頑張ってくれよマジで。テレと中川は中軸にしろよ。エスピノーザしか勝たん。ダメージ不調は助かったな。先生中押しダメ押し。先発リリーフ完璧の完勝やったな。明日の1から3番は福田西の西川で見たいな。エスピタレ目がちで可愛い。浦和の試合みたいだ。今見たら浦和も負けてないくらいひどい内容で草も生えない。まあマリンの朗希は打てないよ。ビッツは今日打ちすぎて明日ヒンだ。明日の朗希もこの打線では負けやわ。藤岡がおらんと攻撃の起点がなくなるな。ともすぎがいい形で打ててたのは収穫。オスナ7回でいいよ。まあねクローザーは勝てばいいんだけどね。あいが痛い。オスナが劇場のスキルを獲得してしまったのか。いらねえこのスキルだけはいらねえ。大型長期契約はあかん。リリーフやばすぎ。本当にモイネロ先発でいいんか。辰巳使うにしてもあの打力では9番だろう。とりあえず伊藤と岡島スタメンでいろいろやばかったな。石原の保守スキルのなさも露呈したし。案の定鍋賞壊れてるな。コブちゃん下手で直してこいよ。何気に隅田今ハーラーとっか。中継ぎで勝ち続きまくってる選手いないよね。源田の状態が気になる。ハムファンはとんでも保守出てきて楽しいだろうな。古賀でも相当楽しめてるのに。結局頼れるのは佐藤本田会のアブだけか。増田とかは中村は首脳陣に信頼されてなさそうだし。信頼されてる水上豆田は調整できてない。頼れるリリーフが4人いるとかなんて贅沢な。平井プロオンリー時代が懐かしい。隅田が主張は負けてもともと。だからこそ昨日の勝利は勝ちがあるわけで。明日はサード軍事かな。軍事も打ってないぞ。野村は鎌ヶ谷に行ったところで無双するから意味がない。打順どこに置かれてもチャンスで回ってくる野村くん。加藤は打たれた相手が悪い。勝ち下に連発されたんだから。エスピノーザ幸運のマスコットとして明日ベンチにいてくれんか。大量得点して明日はまた無得点とかやめてほしいわ。多分みんなうすうす思ってるやろ。やっぱ中川の先生2点タイムリーが一気にもやもや吹き飛ばした感じやな。一番いなきゃならんのは中川やったな。あと西野もちゃんと使ってほしい。トングあかんやろ。前島送りになるぞ。上田も立派なマリーンズ選手になりそうだな。とりあえず1本打ってるからセーフ。藤岡抹消の時点で最悪なのにこの試合内容よ。中村翔吾と田村の使い方考えて明日勝ってくれるなら球場で待ちしたのに毎年毎年ヒンだ。相手なんてどう考えても一番のタイプじゃねえだろ。まあどんな負けでも1敗だと思って頑張ってよ。またいろいろ噛み合ってないんだろうな。国語の起用いい感じやな。前任なら川村に速攻代打出してそう。国語マジで有能なんじゃないの。系統は実績重視で仕方ないし戦術的には全く不満ない。藤井が濃厚すぎる。1回2軍に落とした方が良さそう。上げたい投手いないなら配置転換でいいよ。藤井の勝ちは納得いかねえ。スタメンみたい中村明ファンには申し訳ないけど絶対に代打で良い。今日みたいなチャンスで代打。まあ森岡島が打ったからいいや。渡辺と清宮も入れ替えしろ。渡辺はキャンプからずっとダメだから今年は厳しいね。信用できる後ろは則本しかいないから勝ちパが決まらないのは仕方ない。則本がどんどん暇人になっていくな。辰巳も将来を考えて2軍で身体作りが良いと思う。不合格もん。しかし水上や豆田がこの有様だと甲斐のいなかったら本当どうなってたんだか。おかわりさんの調子がわからん。ホームラン打ててつなぐ意識もある外国人2人って嬉しいな。コルデロは毎試合ファインプレー見せてくれるからいいね。源田さんただの約5年ならいいが上出来次第なり若林ってのがはっきりしただろ。明日は野村と丸下げて奈良本細川出せや。まあ5割をキープしていけば良いのよ。てか加藤の勝負で悪化してんな。さすがに2者連続なんてなかったのに。加藤と上原は伏見と組ませよう。清宮言ってるやつ2軍でも大して打ってないし本調子にはまだまだ程遠いぞ。森って普通に守備良いよな。叩かれまくるけど去年も若月の保守絶望擁率と大差なかったし打てるなら基本森でいいわ。若月も試合に出突っ張りやとあからさまにパフォーマンス下がるし併用続けてほしいけどな。今日で得点が失点上回ったのか。得失点差がプラスなのに3勝5敗だと野手が悪くないみたいやな。吉田構成も良かった。吉田は安定してるな。うちの方針が合ってるんだろうか。これだけともすぎが結果を残しても明日は茶谷だろうな。ともちゃんは南口と小坂を足して2で割ったような選手。まさに1990年代のロッテ選手って感じ。そもそもスタメン相手がおかしい。岡もはダムダメダメだからな。ベンチは勝負をいい加減諦めろよ。9号ロッテ打線を起こせる人。国語の勝利の女神は細部に宿るの言葉を実行してベンチの後片付けを積極的にやっていた川村が本当にヒーローになるとは。若手の中じゃ川村が打撃抜けてるな。モイネロが無援護属性だったとはね。モイネロは最優秀防御率を目標にすれば良い。オスナはランナー出るまで抜いてたのか。140
45ぐらいだったな。将棋はうちのエースだわ。半分消去法だけど。なべ昭和2年目だし研究されて当然かな。今日みたいに決め球がないと後ろのイニングを任せるのは難しい。再開になっちゃったしょぼーん。今井も勉強やな。目先変えたいのはわかるが、辰巳とかはまだスタメンには早いわ。結局途中からの森とか岡島が打ってるのが皮肉やな。監督は難しいって身に染みてるやろ。ホームさん立てはまずいから明日は絶対勝ってほしい。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。